こちらが来年用の年賀はがき。えとの虎にちなんだものなど全部で5種類です。坂本龍馬が描かれた高知県オリジナルのはがきもあります。高知中央郵便局には販売開始と同時に年賀はがきを買い求める人たちが訪れていました。毎年しょうもないこと書くんですけど、それでちょっと笑ってもらえたら嬉しいかなと思って、やっぱり紙の方が私は好きかなですと思います。遠くにいる友人とか親類とか、やっぱり思い出しながら、電話よりは後へ残るし。来年用の年賀はがきの発行枚数は去年より 6% 少ないおよそ18億3000万枚と11年連続で減少となっています。年賀はがきの受付は来月15日からで、12月25日までに投函すれば元日に届くということです。